磐田市に本社を置くヤマハ発動機は5月に一時国内の生産拠点の操業を停止することを決めました。新型コロナウイルスの影響で部品の調達などに支障が出ているためです。操業を止めるのは二輪車を生産している本社工場、磐田南工場、浜北工場、中瀬工場、袋井工場、森町工場と、船外機を生産している袋井南工場、熊本県にあるヤマハ熊本プロダクツです。二輪車の6工場は本来の休業日11日間を含め5月1日から19日まで操業を止めます。船外機の工場は本来の休業日15日間を含め5月1日から31日まで休業します。ヤマハ発動機は新型コロナウイルスの影響で海外の現地子会社からの部品の納入に支障が出ていることや、アメリカ、ヨーロッパなどで需要が落ち込み、今後も続くとの見込みから生産調整を決めました。ヤマハ発動機は中国からの部品調達が難しくなった3月にも生産調整をしています。